ウクライナ軍は11日、ヘルソン州のノバカホフカにあるロシア軍の弾薬庫を長距離ロケット砲で攻撃したことを明らかにしました。ロイター通信は攻撃の特徴からアメリカが供与した高機動ロケット砲システムハイマースが攻撃に使われたと示唆しています。またウクライナメディアによりますと12日ウクライナ軍はロシア側が実効支配している地域にある5つの弾薬庫を破壊したということです。ロイター通信はウクライナが黒海に面し戦略的重要性を持つ南部地域を大量の兵士を動員してロシア軍からの奪還を計画しているとしています。